井上馬でございます。ノーミルクの佐藤でございます。よろしくお願いします。ゴールデンウィークもすっかり終わりましてですね、終わりましたね、はということなんでしょうけれどもね、はい、今日撮ってるのは5月8日8日ということですよね、うん、いやどうですか。いや今日はもうね4試合ほどありましたから、川崎対ガンバだったりとか、ちょっと鳥栖広島とか、出戻りね、出戻りってもあのね、時間帰ってきたわけじゃないですよ。仕事行ってきたんで、ちょっと結果まだ知らない。お疲れ様でございます、はい。今日は何でしょうか。はい、はい、ミッドウィークに行われました、ジェツ第12節のベスト11、見る若手データ選出。よろしくお願いいたします。ゲームチェンジャーということで。そうなのよ。やっぱ局面を打開しちゃうような感じですか。それと途中交代で入ってきた人たちがやっぱりね、なるほど、やっぱ5人交代の世界戦ですからね、そういうのが重要になってくる。あと J2 とかやっぱその辺もね、面白い選手がいっぱいいますし、これね、これあとステップアップしていく選手もたくさんいるんじゃないかなと、ね、はい、そろそろなんか移籍の時期もそんなにも遠くないですからね。匂いがしてきました、ね、お匂い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 がね、あ違うハンバーグだの隣の家、そっちかい。匂いでしたね。はい、ということで、じゃあね、はい、このミッドウィークのベスト11、24人選抜しました。こちらでございます。はい、飛んでました。ドーン。はい、出た。僕ら毒。あ、ちょっと待って、あらかめずれちゃった。先生喋ってていいよ。はい、ちょっとですね、前回からね、はい、作りを変えてみましたということで、はい、左側に、まあ、ベスト11というならば、24人選抜のね、フォーメーションも載せてあったりとか、はい、真ん中には結果も載せてあるんですが、はいはいはい、右側、その24人の、うん、ポジションだとかもそうなんだけど、選出理由を一行で皆さん書いてみました。ありがとうございます。俺これ好きなんですよ。ありがとうございます。選手特性とかもね、これで分かりますから、うん、これ。そうですね。はい、これも、ね。あと、こちら一応データ選出という形では言っているんですが、うんうん、まあ分かりやすく、はい、まあどういうところがデータとしては反映されやすいかと言われたら、うん、まあ得点した人。得点した人、はい、またはアシストっていう、こう、直接ね、得点に絡んだ人とか、うんうんうん、あとは逆に相手のそれこそ、チャンスを防ぎまくった人とか、うん、なるほど、やっぱね、お互いのゴール前のところのものがやっぱり反映はされやすいかなというデータになっております。うそういう集め方で先生がデータで弾き出したメンバーはこのメンバー、はい、ということでございます。じゃあね、まずはね、ゴールキーパーからいきたいと思います。お願いします。はい、ゴールキーパーは3名です、ごめんなさい、町田になってますが、愛媛ですね、すいません。はいはい、愛媛の秋元陽太選手、喋りながら直しちゃうんだからすごいね、はい、オンラインそして、琉球の田口選手と、京都の若原選手の3名でした。おめでとうございます。おめでとうございます。そん中でまあさ、皆さん聞いてよと、はい、ちょっとこのミッドウィークってのは J2 の愛媛と岩田、うんうん、あとは J3 が延期分であったあの岐阜沼津って試合があったんですけど、はいはいはい、この2社がとんでもなくかわいそうで、確かにピッチと主にハーフスペースがもう水たまりっていう、バッシャバッシャでした。確かにね、はいはいはい、そんな中で愛媛めちゃくちゃジュビロに攻められてシュート22本打たれたんですよ。おー、浴びたね。で、枠内にも7本打たれるんですが、はい、その全部を秋元選手止めるっていう、似合うね、なんかキャラ的にもね、そういうのがね。そうなんで、はい、吠えるみたいな感じでしたからね。うん、ってのもありました。はい。そして、もう一個、琉球対京都という上位ダービーが行われましたが、はい、そこからなんとそのまま二人とも入ってきた、いわゆるゴールキーパー二人がね、そのまま 0-0 スコアレスドローを、ね、彩っていたというのは間違いなかったんじゃないでしょうか。打ち合った、止め合ったっていうことですか。そうなんですよ。なるほど。あとやっぱ二人ともすごいのが、その、セーブもそうなんですけど、うんうん、若原選手に代表されるように、うん、パス成功率が 93% と、うんうん、フィールドプレイヤー顔負け、ロングパスも含めた上での 90% なんて本当ありえないですから、なるほどね。それだけチャンスも作っていたっていうのは当たるかな。なるほど、なるほど、はい。はい。ありがとうございます。で、続いて今度、セントバックとセントバックディフェンダー行きましょう。はい、センターバックに一人ちょっと大変なことが起こっちゃって、はい、まず新潟の早川選手、町田の深津選手、秋田の谷奥選手、うん、山形の栗山選手の4人だったんですが、うんうん、秋田の谷奥選手、はい、センターバックなんですが、ワンゴールワンアシスト、うん、ワンゴールワンアシスト、ディフェンダーが、うん、ありえない成績を出しましたね、うんうん、なかなかね。で、まあ、相手が長崎だったのもあって、うん、攻められる瞬間もあったんですが、うん、谷奥選手はセットプレーの起点になることも多くて、要はコーナーキックの折り返しに谷奥選手折り返して違う選手が入ってくるとかも多かったんで、うん、はいはいはい、なんと攻撃のデータがちょっと素晴らしかったっていうのを知ってました。はい、
なるほどね。まあ、はい、ゴールは足塚さんのままですけどね。うんうんうん、それ以外に、深津選手がディフェンス部門では守備総合ナンバーワンってのもあったんですが、はい、やっぱ今節は結構やっぱ得点した人がそのまま入ってきた傾向があって、うんうん、新潟の早川選手だったり、あとは大怪我から復帰してね。早川選手ね。はい、そうなのよ、うん。ちなみに早川選手、まあ、白血病とかもありましたけど、ね、うん、一応これが J リーグ初ゴールに。そうなんですってね。ね、はい、びっくりしました。おめでとうございます。そしてこちらも、怪我があってね、やっと、こう、今シーズン出場のところまでたどり着いた栗山選手。うん、途中出場からなんと最後、同点弾ということでね、はいはい、ホークス2対2に終えるところに行きました。はい、10分間の投入での決勝弾という形ですね、あれね。そうだったんだよね。はい、劇的だったんだよね。でしたね。はいはい、それ以外にはですね、サイドバック、藤原選手だったり、堀米選手、うん、渡辺大輝選手、奥山選手と入りましたが、うん、渡辺大輝選手ですね、金沢の、はい、サイドバックの位置からワンゴールっていうのがちょっと素晴らしかったなと思いました。うんうんうん、もちろん守備なんとかにも奔走はしてたんですが、ただね、最後の最後、水戸に、3点取られてしまったっていうのはちょっと本人も悔しかったでしょうけど、うん、やっぱ彼の活躍、今年かなり光ってるところもありますから、ちょっと楽しみかな。はいはいはい、でその渡辺選手実は、新潟から今レンタルで金沢に来てるんですけど、そのライバルが、ある意味ではね、新潟の堀米選手も同じように入ってきたってのが、なるほど。来年戻ってきたとかもバチバチ変わるなぁ、なんてことがちょっとありましたね。はいはいはい、そして続いてボランチ、二人行きましょう。はい、福井誠選手と、はい、そして藤田伊吹選手の二人でございます。福井さん来た、まあ、アシストね、ありまして。それでもパス成功数とアクション数とかでも、大体そのパスとかチャンスメイクとかビルドアップみたいな項目では大体もうトップ10にいたってのもありましたので、ほう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 、ちょっとすごく良かったなぁなんて。輝いてますね。ねぇ。沼津から来られてね。そうなんですよね。もともとだってテスト入団とかですもんね、プロ入りするときとかね。相模原？そうですね。だそこから考えたら、そこから這い上がってきて J2 ですから、すごいことだなって思います。はい。そしてちょっと驚きなのがもう一方、うん、先ほど山形栗山選手述べましたけど、今度もう一人山形から、はい、藤田博樹選手、はいはいはい、もともとあの凄まじく守備的なミッドフィルダーの方なんです、はいはいはい、なんとびっくり2試合連続得点と、うんうんうん、あまりこう得点とかこれまでもね、あんまり上げてくるタイプの選手ではなかったんですけど、うん、うまい具合にこうセンター、あークロスというかからね、中でそのヘッドで決めるなんてことが2試合連続で続いてるっていうのがちょっとすごいなって思いますよね。ポジショニングの妙と言いますかね。そうなんですよ、はいはいはい、そしてあとね、今週はこの週、はい、ミッドウィークをちょっと面白かったなっていうのが、はい、右側のこのね、あの24人乗ってますけど、はい、上から2段目一気に4人ご紹介したい。はいはい、本間志音、高木義明、星裕二、うん、水戸俊介、なんと新潟4人中盤にドン分厚いですね。なかなかないよね。まあちょっとも逆に、まあ今週一応 MVP シオンさんなんですが、うんうん、シオンさんもそんなに言わなくていいんじゃないのかなっていう、ね。攻撃総合ナンバーワン、まあ、ドリブルで運んだ数とか、ヒハールも含む感じですか？そうですね。ディエルもまあ入っちゃうんでしょうね。もちろんですね。大体の項目トップ10とかじゃなくてトップ3とかなので、ちょっと抜けてるなっていう印象がもうすごいですね、データ見て。持った時のワクワク感とかもね。入ったらもうもっとすごいでしょうね、これね。そうなんですよ、うん。客観的なイメージもあるもんね。そうなんですよ。そして高木選手もね、2アシストと貢献していて、また。守備デュエルが20丸なんですね。すごいですね。実はびっくりしたのが、この日プレスも含めて、その守備のデュエルで、なんと勝率 100% ってちょっととんでもない、また。勝率 100%? 8分の8だったかな、ディフェンス対決。8本止めたんですよ。でも前線でしょ？そう。要は、ね、ハイプレスの成功率みたいなことでしょ、デュエットの。そうです。ちょっとだからやっぱ2列目このスタメン2人がやっぱ手つけらんないなって。なるほどね。そうなんですよ。はあ。そんでもって、皆さん。はい、聞いてるってことだよね。そうなんです。はい。だ先発2人のスタミナをどうにかすれば控えメンバーだったらちょっと落ちるだろうと思いの皆さん。うん、そんなことはなかった。途中投入がそのお隣2人で、星選手と水戸選手。はい、この2人で1点取りましたから。そうだね。アルベルト監督見てんな。あ、すごいなっての。なるほど。そうで、この二人は、1試合通じてってなると90分間なんであれですけど、うん、はい。いわゆる後半だけっていうデータで見ていくと、なんとこの二人がワンツーだったんですね。攻撃総合だったり、チャンスメイクってことなので。はぁ、はぁ、はぁ。どんだけこの二人が攻めまくってたかっていうのは、印象的かもしれません、ね。モチベーションも高いってことですよね。チャンスもらったら、ね。間違いないでしょうね。チームもいいトレーニングもできてるということですし。そうなんですね。誰が出てもみたいな一面もあるってことでしょ？
そうなんですよ。あと、新潟サポさんのなんか一説によるとですね、うんうん、最近水戸俊介選手、この間ね、レッドカードもあっちゃったりだとか、はいはい、あと、あともうちょい惜しいとこで、バーに当たったりだとかっていう人が続いてて、はい、なんか試合後にちょっとシュート練してるとかっていう情報が。あら。千葉選手と本間選手と、おい、水戸やれよ、みたいな感じで。なんか仲良し感がすごく、なんかあっていいな、ね。良さそうですね。そうなんですよね。うん、そしたらここから残り、あとは前線組の皆さんになっていきます。はいはい、まあ、インサイドハーフの、ね、方々もいますけど、と。ベルディが。そうなんです、うん、ちょっと言いたい、うん、フォワード佐藤亮が山下亮也そして石浦大河という3人が入ってまいりました、はいはい、それぞれ佐藤亮が選手が、まあ、大卒ルーキーの方にはなりますけど、うんうんうん、まあ、ほぼワンタッチゴールですね、2ゴールもう抜群の決定力、うん、こう間違いない、はいはいはい、プラス山下亮也選手、うん、山下選手は後半からかな確か入ってきたんですけど、うん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 、攻撃デュエル 100% といや、攻撃デュエル 100%。はいはい。はい。まあ、ドリブル突破とか、まあ、そういうことですよ、ね。ちょっとガチャガチャってなったら絶対に前にこぼしたっていうか、もう突き抜けたってことでしょ、要はね。そうなんですよ。ボールにしたってことでしょ。そうなんですよ。あと、こう数値には入ってこないんですが、山下選手の良さっていうのが、その、相手のこうセンターバックの間とか、ディフェンダーの間をガッてこう抜いていく、三笘選手的な速さがあるんですけど、うん、そこをね、石浦大河選手、これ、海高卒2年目の選手ですけど、うんうん、見逃さなかったですね。うん、やっぱ小池選手とかも今年はベルディ好調ですから、そうね、そこに対してこうアシストつけられる選手、こう出てきたってやっぱいい話なんじゃないかなっていうのを、ちょっと見えたところではございます。上がってきてるね、ベルディもね。そうなんですよ。はい、その他には、長谷川リア・ジャスール選手、町田。そして、あとは、甲府1ゴール1アシストの泉沢選手なんてのもいるんですが、うん、やっぱりちょっと今日はあと残りこの2人の話をしたいなと。はい。水戸フォーリホック、中山正人。中山さん。まあ、途中投入からのね、今最終的に金沢戦の大逆転劇を生んだのは彼の活躍あってこそ。そして、ごめんなさい、今さん、やっぱり入っちゃった、北九州の与田選手しょうがないよね。しょうがない、そうですね。土終盤逃げ切れなかったな、栃木。ね、あとちょっとって感じあったんですけどね。栃木出身なんだけどな、栃木選手は。そうなんですよね。なんかそれでちょっと栃木にもなんか欲しいですけどね、なんかポイント関西スタジアム初ですもんね、富山選手もおそらく、ね、そうなんですよね、テンション上がったでしょうね、でも地元の方で間違いないでしょう ねテンションのね使い方がもうちょっとねいや、そりゃそうだよね、サッカーだから。お見事でございました。そうですね。うん、今節は、はい、琉球、京都はね、やっぱバチバチ戦いやってるので、ゼロゼロと、あと、愛媛、岩田のね、ちょっと、両チームはちょっとなかなかね、うん、そのピッチコンディション激悪っていうところだったんで、うん、なかなかデータ的に上に来ない、しょうがないっていうのもあったんで、あれでしたけど、うん、またね、次も週末どうなるかっていうのもありますから、はい、またまた楽しみでございます。うんうんうん、ちょっと面白くなってきましたね、はい、でもね、いろいろこう。めちゃくちゃ面白いですね。こう、やっぱりこう、デュエルというか、数値で振り返ってもらえると、こう、うん、その時のね、なんかこう、うん、選手特性とか、調子のいい人もこう、飲み込めるし、またそれを持って次の試合見れるっていうね。この表いいですね。ありがとうございます。あとだからね、まあさ、皆さん、あんまりこれ言うことじゃないのかもしれないけど、この表に出続けると、うん、気づいたらその人、もしかしたら後半戦は J2 じゃない、J1 の方に行っちゃうっていう。なるほど、寂しいな。そういうのも寂しいけど、まあそれがサッカーですわな。ちょっとね、感じることがあって、ないと思うよ。ないと思うんだけど、藤原宗也選手狙われても、狙われちゃうかなってのもやっぱり思っちゃう。ガンバとかね。ガンバとかね。ああ、そう。ちょっとあり得るのかな。っていうこと、今。その右サイドバックがね、今とかってのもありますから。言ってること大体結構当たったりするんで。いやいや、そんなことはないと思うんですけど。ちょっと見ていきましょう。まあ。そろそろそんな話も聞こえてくる、これでございます。はい、ということでございました。いたしました、ということでね。はい。お弁当で言うと何が好きですか、先生。私、唐揚げ弁当ですけどもね。油淋鶏ですかね。油淋鶏の弁当、おしゃれ。はい。あれですね、オリジン弁当なんかに置いてますけど。オリジン弁当の油淋鶏うまいよね、あの辛、うまい。ちょっとピリ辛なのかね。そうなの、ね。そうなの、ピリ辛なのよね。オリジン弁当はね、僕、米もうまいと思いますよ。いや、いいね。カッパカッパいっちゃいますから、カッパカッパ。あったかくね、よそってくれますからね。もう最後だから、こんな話も最近はいいんじゃないかと思いますよ。ここまで見ていただいたわけですから。ね、確かに。最初からね、油淋鶏の話してたら、それあれですけど。あ、でもね、まあさんの唐揚げ弁当僕わかるんですよ。わかります？
大学時代にめちゃくちゃ食べたので。スタンダードっちゃスタンダード、ね。そうなのね。油淋鶏、まあ、唐揚げは J1 でしょ。唐揚げ弁当は。ね。確かに。油淋鶏はどうでしょうね。うん、中国スーパーリーグですか、油淋鶏っていうぐらいの。名前だけですね、これね。ちょっとおかずのベストイレブンみたいなのもちょっとやりましょう。やりたい。おにぎりとかもいいんじゃないですか。ああ、いいですね。いいですね。一回、虎の穴チャンネルの方でやりましょう、先生。二人で。もうめんどくさいから、図とか作んないで、トークだけでやりましょう。トークだけね。はい、そうですね。おにぎりのベストイレブン、皆さん考えててくださいね。よろしくお願いします。わかりました。ということで、先生ありがとうございました。ありがとうございました。コメント欄でご意見、およびじゃない、お待ちしております。チャンネル登録、高評価ボタンで応援してくれると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。まあ、でした。ありがとうございます。のみりきさとでした。先生、皆さんありがとうございました。バイバイ。